と、こんにちは。さあ、今日は豊さん、豊園です。久々、豊園なんだこの名前は。さあ、豊さん、懐かしいでしょう。いや、懐かしいな。これ何年のものだか分かりますか。この、セリーグ6チームの当時のエース、中継ぎ、守護神たちです。まあ、内海とか、はい、杉内がまだいるっていうことは、うん、まあ、あれだよね、まあ、村中とかもいるしね。懐かしい。あれだよな、2010年代。そうです、2012年。お、俺がヘッドコーチの時か。そうです、豊さんが DeNA のヘッドコーチの初年度の、はい、これセリーグのざーっと見たこの、まあ、ピッチングスタッフだよね。ピッチングスタッフというかピッチングの人たちですよ。いいな。いや、もうバリバリですよ。これすごくないですか。これ上が順位だよね。あ、そうです、そうです。上がちょっと順位となってますけど、巨人、中日、ヤクルト、はい、広島、阪神、DeNA です。なぜか DeNA だけピッチャー多いんですけど、ここだけ枚数弱いね、これ。ちょっとどこからが中継ぎで、どこからが抑えで、ね、ここが先発でしょ。そこが、じゃあ赤が先発っていうことですね。国吉が先発してたんだからな。はい。で、高崎はインサイド投げたらボールが遅くなってどういうことですか。いや、なんか投げきれないんだよ、なんか。もうほんと人のいい子でさ、当てちゃうとか当てちゃうとかちょっと気にするんだろうな。はい。で、藤井は絶対5回しか投げないんで。あ、そう、藤井修吾選手ですね。そうそうそう、はいはいはい。まあ大輔ももう晩年になったからね。番長、はい、うん。で、加賀投手、菊池投手。加賀はあのあれだよ、あのアルパカって言われた。顔が似てるから。いや、奥さんに言われた。奥さんにアルパカって言われたんですか。そうそうそう、家庭内で。そう、だからあの冷蔵庫にサラダ冷やしてだったね。餌入ってるから。ひどっ言われた。でもこれあのもうほんとムキムキだったからね。あ、そうなんですね。菊池投手っていうのはどんな投手でした。まあ、あんま覚えてない。ちょっとですね、なんかね、63試合ぐらい、はい、投げて防御率も2点台、はいはい、覚えてない。頑張ったね。頑張ったね。で、篠原は左ピッチャーな。あ、左ピッチャー。もうあのほんと痩せこけちゃってさなんか振動があったのかどうかわからない。いろいろあったんでしょうね、当時。藤井、ね、藤井投手、はいはいはい。気合の藤井。どんな気合の藤井。うわーって行く、向かっていく。でも140キロ出ないつらい。で、あ、山口俊投手 ね、はい、誰でも知ってますけど、はいはい。で、じゃあ今回は、はい、この2012年のこのメンバーを見て、豊さんが、まあ、コーチ、はい、ヘッドコーチをされてたので、はい、バッター陣にどういうふうな各対戦チームの投手の攻略を伝えていたか、あと、まあ、例えば相性が良かったピッチャーもこのピッチャーは出なかったよねとか。基本的に相性が悪かったのは、はい、あの縦割れのカーブだから、前剣とか、はい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 、前剣ね、はいはい、とか、うん、病、病、あ、中日の、はい、そうそうそう、うん、とかが苦手だったな、はい、縦、あ、まあ、メッセンジャーメッセ、あ、宇都宮もそうだな。そうですね。で、杉内とかはそうでもないんだよ。そんなに大きくない、まあ、スライダーピッチャーだから、はい、だから、まあ、よしとして、その変化が少ないピッチャーはそんなにあの苦手ではなかった。だから緩急に弱かったんだな。あ、なるほど。じゃあ本当、前田健太投手なんかダメでした。だから前剣の時は、はい、こうやって急分割にこうストライクゾーンね、はい、これ各バッター、うん、右も左もこうあるんだけど、はい、コントロールのいいピッチャーだったからさ、はい、で力がある、うん、だいたい各バッターのここら辺にしか来ないんだよ。あ、低めの、はい、低めの、うん、だからどっちか狙えと。あ、だから左バッターがね、インサイド狙うんだったらここだよと、はい、でも外狙うんだったらここしか来ないよ、うんうんうん、だからこれを引きつけて反対方向に打つのか、うん、インサイドをポイント前にして引っ張り上げるのか、うん、これはもうお前たち任すからと、はい、いうようなことでミーティングした覚えはあるんだよ、うん、で困るのがカーブなんだよ、はい、カーブはね、簡単にストライク取ってくるんだよ、打ってこないと思うから。まあ、真ん中にソーンと落とされるんだよ、はい、このボールに関しては、うん、触れると思って見えたら行けと、うんうん、言ってたの、はい、手が出ないんだよ。出せない、出せない。で、こっちは弾かれるし、あ、こっちは詰まるし、どうしようもないですよね。どうしようもないんだよ、ええ、で、2回こうスタートしてから、はい、中畑監督と、はい、危ないんじゃないですかって言ったら、
やられるなとか言って、はい、2回ぐらいにノーヒットノーランを予言したという。ちょっと待って、もしかしてノーヒットノーランされたんですか？された。いや、それで5回ぐらいに呼んで、はいはい、ベンチ前で、うんうん、ミーティングは覚えてるよなって、覚えてますとか何も言えなくなっちゃって、覚えてんだと思ってこれをね、だからもうそれ徹底しろと、はい、もうとにかく、うん、ね、だから行ってこいと、うん、行きました、行った、うん、やられたと。まあまあ単純に言えばね、もうもっと綿密にはやってんだよ、はい、ね、もちろん、はい、綿密にはやってんだけど、うん、簡単に言えばこういうミーティングをしたんだ。で、病、あ、中立、はい、病投手、はい、はい、病はコントロールは良くても、うん、これね、引退した人じゃないと話せないからね、はい、こうまっすぐとかこうやって投げてくるけど、いろんなところに、はい、まあカットボールとか投げてくるけど、うん、こんなボールはね、勇気を持たすために、うん、大したことはないと、恐れるなと、うん、お前らの力の上だと、でもカーブだけは気をつけると。そこです、マイケンと一緒ですね、はい、カーブは決まったらお前たち嫌だよなと、はい、うん、だから手出すなと、カーブね、うん、手出してボール球でも手出したら面白いように谷繁を使ってくると、はい、だからカーブには手を出すと、はい、これはね、大半がボールになるって、ああ、だそれを信じて、はい、カーブが、あ、カーブだと思ったらもう振るな、うん、だからもうお前たちの力だったらまっすぐとかスライダーとか、うん、もうそれだったら打てるから、うんうん、まあ、それでいける、はい、できました。バシバシ決まるんだよ、カーブが。その日に限って手出せないじゃないですか。いや、チャートではだいたいね、3割ぐらいしかストライクがないんだよ。10球カーブを10球投げたとしたら3割ぐらいしかカーブがストライク入ってなかったんだよ、はい、その時は逆なんだよ、7割入るんだよ。バシ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 見逃しちゃったおしゃれノーヒットノーラン。それは何回くらいで思いました？5回やっぱマイケンの方が上だな。2回ですもんね、マイケン圧倒されたからもうね、ああ、でもバッターたちは言われたことは分かってますと。ああ、そうなるほど。いや、だからこういう ねこういうミーティングをしてもダメなピッチャーはいるんだよ。そうですね、もう手も足も出ないピッチャーにいるんですね、うん、沢村、あ、沢村投手、はい、力あったんだよな、やっぱボールが。そうです ねこれ左バッターね、はい、左バッターまっすぐバンバン来るよって、うん、ね、こうコントロールいいところから悪いところまで、うん、ね、ただしワンストライク後のフォークっていうのはだいたい意識してボールにするか勝手にボールになるから、はい、ね、1、2球目はもうまっすぐ1本でいけと、うん、ね、こういうチャートがあるんだよ、こうホームベースがあって、はい、これ左バッター、はい、赤がヒット、うん、黒がボンダ、はい、顕著に出るんだよ。へ、引っ張ったやつしかヒットになってないんだよ。何回も対戦あるでしょ、はい、でもこっち打ったらやっぱ力負けしてボールも飛ばないし、全部ボンダになってるんだよ、ゴロも何もかも、はい、このピッチャー引っ張らないとどうしようもないなと思って、はい、だからこのフォークに手出すなと、ポイント前にしなきゃいけないから。なるほど。だから追い込まれるまで、追い込まれたらフォークもなんとかファウルにしろと、うんうん、ね、だけどその 1,2 球投げてくる球はポイント前にしてしっかり叩きに行けと、はい、いいか、力負けするんだよ、タイミング遅れんじゃねえぞ、うん、荒波が、はい、1打席目、うん、カーン、素晴らしい当たり打ったんだよ、はい、レフトライナー、うん、うわー、あー、くっそーみたいな鼻広げて、もうさも惜しかったように帰ってきやがったから、荒波ちょっと怖いと、はい、お前ミーティング知ってんなって、ミーティング聞いてたら、うん、なんつってたんだ、いや、流したな、お前鼻ひお広げて、ね、自慢そうに言い当たりしたぐらいで、調子に乗ってんじゃないよって、次、絶対引っ張れよって言ったら、はい、次の打席、ホームランって帰ってきて、引っ張って引っ張って、だからそういうね、特質なピッチャーもいるんだよ。あ、じゃあデータ通りにいったらホームラン出ちゃったってことですね、浅見選手。いや、だから、まあ、大概のピッチャーはさ、はい、低めに投げようとするんだよね、うん、そうですね、うん、で、低めに投げて、
広島のこの中にもまだいるけどね、はい、もうとにかく一人しかいなくなっちゃうんですね。あ、そう、はい、とにかく、はい、昔は制球が良かったんだよ、うん、あ、そのピッチャー、うん、はい、ここしか来ないんだよ。まっすぐも変化球も何もかも。まあ野村ね、そうですね、はい、あ、まあこれは言ってもいいと思うんだけど、うん、絶対この低め打ったってあいつのボールは打てないから、はい、ここに上がってくるまで我慢しろってここを狙えって、高めに、だからこの低めのこの部分だけは捨てろって全部、うんうん、だからこの2つで勝負しろって、ストライクゾーンのこの2つだったらどこ打ってもいいからって。それは1打席の中で必ず浮いてくるからってことなんですか。浮かないんだよ。そうですよね。あわやだよ。え、また。また。だからこの低めだけ手出したら凡打の山だから、うん、はい、どの球団も、うん。だからここを浮くまで我慢しろって。うん、だから球数投げさせろと。なるほど、なるほど。だから我慢しろ、我慢しろってずっと言ってた。うん、だから低めには手を出すな。高めで勝負しろ。はい。そしたら、はい、バカみたいに高めに投げてくるやつがいるんだ。ピッチャー。メッセンジャー。メッセ、あ、あれ、メッセ。いや、あの時のメッセ結構すごかったですけどね。メッセが、はい、いいか、高めに手を出せと高め打ちに行けって言うけど、はい、あいつが投げてくるのはこのぐらいの高めに投げてくるんだよ全部。そこもうボールゾーンじゃないですか。いや、ボールとストライクと微妙なとこ投げてくるんだよ。だから高め行けって言ったら高めのボールクソボールまで振れるんだよね、高めだと力があるからです、ね、身長もあるし、うん、弾き返せないんだよ。あちゃみんなに聞いたことはどうするって、うん、どうもならんですとそんなのってあります。いや本当にね、この見極めって難しいんだよ。それは豊さんでも難しい。いや難しいよ。あ、俺はだ終始低めは狙うけどね、はい、低めは狙うけど、うん、低めに来たら落とすんだよ。メスで？ボールなんだよ。だからここを狙えと。ああ、もうど真ん中ですね。いや、真ん中ベルト付近。はい。投げてこないんだよ。メスで？だから低めに手を出すな。うん、高めを狙え、うん。高めを狙ってもいいけど、弾き返せないピッチャーもいるんだよ。はあ。だからメッセは指示が出せないんだよね。もうそれ選手任せになっちゃいますね、うん、だからもう三振覚悟でいいから、はい、この高めをポイント前にして、うんうんうん、とにかく勝ち上げろと、はい、いうようなことは言ったことあるけど、メッセに崩した時ってあったんですか。でもチーム的にメッセ、はい、メッセない。メッセはない。いやいや、たまに衝突でホームラン打ったりだとか、はい、あ、まあ、例えばあのブランコが打ってくれたりだとか、あ、ブランコ、まあ、したけど、それで逃げ切れたっていう時もあったけど、はい、それはね、攻略したとまで言えない。まあ、運が良かったっていうことになっちゃうんですよね。そうそうそう。内海投手ってどうだったんですか。内海はね、このまたカーブがまたいいんだよ。そうですよね、カーブとスライダーの投げ分けなんだよ。はい、それがね、見極めがつかないんだよ。それは DeNA の選手だけじゃなく、やっぱどのバッターも、いや、うちのバッターたちはね、はい、ちょっと能力がやっぱり低かったんだよね。あ、その当時はまだ、その当時ね。だからここにカーブをこう投げられるとしたら、はい、カーブが四角ね、はい、そここにスライダー投げられると、うん、カーブの曲がりってこう縦にこう落ちてくるじゃん、はい、スライダーってこう滑ってくるじゃん、はい、これがわからないんだよ。だからここにカーブ投げられたら、はい、2球目ここにスライダー投げられたら、うん、あ、また来たと思って振りにかかるとボールなんで全部。ああ、その見極めがつかなくて。いや、これはね、非常に難しいんだよ、はい、スライダーとこの内海のカーブとスライダーの見極めっていうのは、はい、だから全部やられた。全部やられた。カモリされてたんですか。そうか。でも杉内投手は逆に杉内はね、よかった。そんなにカーブって投げなかったんだよ。あ、スライダーばっかりだったから、はい、スライダーが多めだったから、はい、スライダーとチェンジアップね、うんうんうん、多かったから、だからこの見極めはできたんだよ、スライダーの見極めは。あ、だカーブと微妙な差なんだよ、カーブとスライダーって。そうなんだ。球速もそんなに変わらないし、宇都宮の場合は、はい、だからこう
追いかけるんだ、追いかけるなってのに言って追いかけちゃう追っかけそれスライダーだって、そう、それスライダーだろって見極めつけカーブ見逃すしな、だからまあね、本当に。でもね、ヨシミとかはね、ああ中日のみんな、あのこれね、ヨシミはねオリックス時代の金子の投球とよく似てたんだよ、金子千尋、うん、でも精密機器ですよね、そうそう、2人ともでね、はい、金子はね、うん、攻略したことがあるんだよ、交流戦さっきね、はい、沢村に言ったように、うん、全部引っ張るよって、引っ張らないとって、うんうん、ヨシミはね、引っ張ると全部ボンダなんだよ、逆ですか、ゴロはアウトばっかりなんだよ、はい、だからもうとにかくいいから引きつけて流せと、はい、で金子もそうだったんだよ、交流戦の時、オリックスでまだ前線の時、金子は、はい、全部流してくれって、うん、それで8点取った、え、あの金子千尋投手からすごい、やるじゃんお前だって言ったら、お前マイケンに2回でこれやられるって面白いですね、面白い、でもデータで、だからデータで全然違うし、データではメッセンジャーっていうのはどうしようもないしさ、そうできてなかったんですもんね、そうそうそう、ヤクルトって伊藤さん覚えてます、どうしてたか、ね、多分この辺りに、まあ、石川投手、ヤクルトはね、そんなに苦手にしてなかったんだよね、あ、そうなんですね、大竹が打てなかった、あ、広島時代の、あ、シュートとチェンジアップ、あ、変化球で、ね、やっぱり浮いてこないんだよ、高めに、あ、低め低めで、で浮いてきたと思ったら詰まり上げるし、何や、超えねてねえよみたいな、あ、じゃあやられたっていう、やっぱりイメージがあるんですね、あと、まあ、ブルーで書いたのは中継ぎ抑えですけど、うん、まあもう浅尾なんかとんでもないなやつだよ、バットに当たったら拍手だもん、いやいや、そのぐらい、いやいや、本当にすごかったって浅尾投手、顔はいいし、いや、そう、イケメンだったし、だここは浅尾投手からの、この時代は岩瀬投手からの、まあ、そうそう、田島投手ってこうなってましたけど、いやいや、岩瀬がもう抑えだったと思う、あ、で、山井投手がまだ先発の時、ね、先発回った時だったんです、田島なんか力あるしな、うん、バリバリでしたもん、だってこの時やっぱ2位ですもん、中日、そうそう、で、巨人は山口哲也投手が、まあ、ホールトン、西村、山口投手ってこの並び、まあ、力あったな、みんな、だ今ここ、まあ、ここもね、サバテ、ニコライオだし、サバテがいたんだここいたし、で、こうでしょ、で、阪神はまあ、藤川投手は福原投手、サーテの時に誰か立った時に三振してきたんだ、一球も振らないで、誰か忘れたけどさ、おいどうしたんだお前、一球振ってこいよって言ったら見えないっすって、いやいや、ちょっとお前本当かお前って、本当かって言ったら、いやもう投げて、そしたら投げたらもうキャッチャーの時ありました、いや本当お前本当かって言ったらめちゃくちゃ早いですよって、はい、サバテ、うん、よかったですもんね、サバテ、うん、いや本当本当、あと阪神榎木田投手もいましたね、うん、ヤクルトバーネット押本、バーネットは良かったな、うん、バーネットの力だったしな、うん、でこの時ヤクルト、そ、うん、なんかピッチャー見て、あ、そうかって感じなんですけど、やっぱバッティングがいい、バッティングがチーム打率がえぐい時で、まあ、立山もね、最多勝取ったりとか、そうですね、最多勝取りました、いろいろした年だと思うし、うん、まあ、その年かな、まあ良かったよね、はい、で農民も良かったしさ、まあ、農民岩田投手、そうですね、メッセいて、いや、そうですよ、で、DeNA のメンバー弱いだろいや、よく立て直したよ、ここからな、今の DeNA ってな、今のそうですよ、いや、本当そうですよね、いかに、はい、ドラフトが大切かっていう、いや、まあ、そうですね、これをこの機に左の即戦力を取りに行ってるから、で左が多くなっていったって今の日に至るんですよ、ね、そうそうそう、ってなるとやっぱ10年ぐらいかかるんですね、これ2012年なので、だから今中日がさ問題視されてるのは外野手19人とか、そうなんですよね、そんなに外野手いるのかみたいな、そうですね、いやだからその編成とかドラフトとかもう完全に中日は失敗してるからさ、今そうよくそれでも戦ってると思うよこれ、あ、今のね、中だけでも、そうそうそう、あと巨人が今やっぱりちょっとピッチャー陣が崩壊してるじゃないですか、うん、やっぱこの時ってやっぱりね、この時はね、やっぱこうつなぎが良かったよ、
例えば上原がいたりだとかさ、はい、その後内海が来たりだとかさ、はいろいろこうつなぎが良かったドラフト1位の。ああそういうことなんだ、うん、でも今もういないでしょ誰も。ドラ1でって、まあそう、まあ、大勢投手がね、まあ、大勢がね今年ね、だけどその抑えじゃない先発じゃないじゃない、そうです、ね、エースと言われる人がいないじゃない出てきてないですね出てきてないじゃない若手でね、はい、まあそれまあエースになれるだろうなっていうような素材の人間は何人かいるけど育たないよね、うん、なかなかねですよね、うん、そうですね。いやでもなんかこうやって見てるとそうですね今の課題だったりとかあこういう歴史を生んで今に至ってるんだなとか、まあそうだね、チームカラーも分かってきますもんね。だからミーティングでね大体7割ぐらい、はい、こう攻略というかね、うん、戦う前にこうやったら勝てるっていうことは、うん、こうやったら打てるっていうことは言えるけど、うん、3割は言えないな。あそうなんですね。そらねやっぱどうもならんやつはいるよマイケンとかメッセとかふざけんなもん打てなかったのに、ね、打てなかったそれからメッセメッセはね、そうだね、まあ、山井はねあの時たまたまそのカーブがものすごくよく決まったんだよ。だまあ谷繁さんのリードも何かあったんですかね、うん、例えば、まあ、それもあったと思うけど DNA が振ってこないぞとカーブをいやそうじゃなくてカーブが 入ったっていうのがやっぱ救いだったよね。そういうことかな、うん、カーブが入らなかったら他の球でカウント取りに行かなきゃいけないでしょ。したら打ってもいやそしたら打ってる可能性があるから、うん、その時はたまたまカーブが面白いように決まるんだ。キレッキレだったんですね。キレッキレだったな。いやでもこうやって見る、ね、面白いですね。そのピッチャーによってもその攻め方変えていく、まあまあそうだね、このピッチャーは引っ張った方がいい、そうそうこのピッチャーは流した方がいいとか、うん、そりゃいろいろあるんだよ、うんうん、必ず甘いボールが来る、うんとか、はい、まあこれはまだ現役かな、うん、現役だったかな、現役だな、追い込むまでは完璧だけど、はい、追い込まれてから甘いっていうねまあそれでも長くやってるやつがいるんだよ現役、いや、うん、今でも、うん、いやそれでもすごいですよね、できるっていうことは、うん、まあそれもたまにあったけどね。ああなるほど。だから甘い球だけ待てとか、わざと追い込まれていいからとかね、そういうこともある。じゃあちょっと今回はね、まあ、2012年の、ね、こう 対戦で見ましたけれども、ベンチ裏ではコーチがこうやって選手たちにデータで攻略していくんだよっていうのを実際に教えてるっていうことを今日ちょっと分かったので、まあね、はい、面白かったですこういう企画も、はい、またやりたいよね。そうですね、またこれ2012年なので、はい、まあ、でも2013年も早々メンバーは変わってないですかね。まあ早々変わってないよ。そうですよね、でもその時は、うん、次の年は俺バッティングコーチなんだよね。ああ、じゃあまただから、まあ、ミーティングとかね、はい、いろいろまた違ったようなミーティングもしたけどね。じゃあね、次またちょっといつか2013年度版でもこうやって見ながらやりたいですね、まあ、はい、はいはい。